調子駅前で撮影千葉交通調子営業所とは、千葉県調子市を中心とする千葉交通のバス路線を管轄する営業所である。調子営業所の車庫以外に、朝日車庫が存在する。こちらも成田営業所と同じように、路線バス黄金期と言われた時代には、東総地区で、総武本線と成田線の駅を中心に、数多くの路線を運行していた。 しかし、モータリゼーションの進展や過疎化の進行とともに、平成三年頃から銚子海側や浅久川などといった長距離路線を中心に多くが廃止されていった。そんな中、1991年に京成バスと共同運行で銚子から東京へ向けての高速バスを始めたところ、好評になり、だんだん増発され、現在は銚子東京だけで3系統、44。 往復あり道所の主力である。現在一般路線は、長子市、浅市、香取市に走っているのみである。このうち、長子市内を走る路線のうち、運行頻度の高いものについては2004年1月に、子会社である千葉高タクシーに移管されているが、もともと営業所も同じところにあり、回数券も共通で使えるのであまり細かい違いは、ない。東京長子線。 大阪銚子線千葉港タクシーに関されたものを、除く千葉県北東部の銚子や妖海千葉方面と、幕張にある免許センターを、千葉東金道路、銚子連絡道路、国道126号線を利用して運行していた路線である。運行開始当初は、千葉交通単独で幕張免許センターと、銚子地区を結ぶ路線として、平日一往復であった。その後、 2002年に千葉市内を経由するよう改められ、同時に毎日8往復に増発するとともに、千葉式バスとの共同運行となった。しかし、一般道路を走行する区間が長く時間がかかること、また、千葉と調子を結んでいる、鉄道運賃とバスの運賃がさほど変わらないことから、他の高速バスに見られるような料金的、または時間的な利点がないことも相まって、 利用客が少なく2003年8月に休日について4往復に減便することとなった。また12月には毎日に往復に減便するとともに千葉シティバスが等路線の運行から撤退し再び千葉交通の単独運行路線となった。その後も乗客が少ないことから2005年に休日の運行が中止された。以降、 平日に往復の運行が長く続いたが、一往復千葉駅一本に減便され、2019年に廃止された。銚子営業所の一般路線車は他の営業所と同様に日野車が中心であり、近年では成田営業所で使用されていた車両が移籍してくることが多い。大型車は成田国際空港で日本航空の業務連絡バスとして使用されていた。 ツーステップのブルーリボンシティが在籍する。中型車は、成田営業所から移籍したレインボー RJ、レインボー2、かつて成田市のコミュニティバス用であったリエッセが在籍している。三菱不走製の車両も少数在籍しており、現在はエアロミディ MJ、エアロミディ MK が在籍している。2000年頃からローカル路線用として水色をベースに、 青色で波を表現した模様とイルカのイラストが入る、塗装が採用されたエアロミディ MJ が数台導入されたが、現在ではタコ営業所への転属や廃車が進み、予備車として1台が残るのみとなっている。かつて朝日営業所であった朝日車庫では、以前は千葉交通としては数少ない鈴車を断続的に導入していた。現在は、 成田営業所で使用されていたレインボー RJ、レインボー2が中心だが、旭市のコミュニティバス用車両は、イスズ・ジャーニー J が採用されている。高速車は、以前から三菱不走製が多いが、近年では、日野車も少数導入されている。またかつては、貸切車の配置もあり、コニックカラーの三菱不走エアロバスなどが数台在籍していた。所属を示す。 社番表記の一桁目は、調子営業所所属者は5、朝日社庫所属者は6となっており、かつて存在した貸切り者は C となっている。ありがとうございます。